2010年5月頃のあったばあどこあったばあどこはパキスタンのギルギット・バルキスタン州に2010年に発生したダム湖。ダム湖の様子2010年1月4日、ギルギット・バルキスタン州内のフンザ渓谷で大規模な地滑り災害が発生。渓谷内を流れるインダス川の支流フンザ川を咳止め天然ダムを形成した。ダムコは融雪期を迎えて あったばードこと故障される規模まで成長した。日本の宇宙航空研究開発機構が運用している陸域観測技術衛星台地を使いダム湖のリモートセンシングによる調査が行われた。2010年5月30日の画像の分析からダム湖の面積は約1060ヘクタール、最大水深約120メートル、平均35メートル、 貯水量3億7911万4580立方メートルという推測値を得ている。ダム湖の拡大により、ハイウェイの複数の橋、住民の収入源である果樹園と推測される緑地が水没していることが確認されている。ダム湖の形成に伴い、同地域の村々や主要道路であるカラコルムハイウェイが水上昇に伴い水没した。 水没した村の住民1700人は安全な場所への避難を余儀なくされている。ハイウェイは部分的に渡し船による機能代替が行われている。陸域観測技術衛星、大地によるパキスタン・フンザ川の土砂崩れに伴う、石とメコの緊急観測結果、ギルギット・バルチスタン地域における地滑り及び洪水被害に関する注意喚起フンザ。 警告時滑り災害に関するカテゴリー、ありがとうございます。